NHK をぶっ壊す。顔撃するからおたくさんもリードつけてるんじゃないんですか。襲ってかか襲いかかられるから、その時にリードを仮にしてないとしますよね。ああ向こうが止められます。止めたじゃないですか僕。それ僕引っ張ってるんですよ。いやだからだからそれともリードを止めてつけてない。だからリードじゃ話してみたらどうなんですか。止められないですよ、うん、だからこの場所でねじゃないところで言われるの分かるんですよ。でもここはリードをつけずにね、おたくさん以外皆さんリードつけてないっていうように、別に一応はい規約書いてあるんです。なんて書いてるんですか。受付にちょっと行って見てみてください。いやだから聞いてるんですよ。いちいち言ってられないから。お試合がもうそんなことないんで。いやだから確認、あなたが知ってるんだと教えてください。覚えてないけど。覚えてないんだったら言わないでくださいよ。じゃあ一緒に行きますか。行きませんよ。だってここはリードをつけずに、これあなたの犬以外みんなリードつけてないし、安全にリードつけるんだったらそこの外でもいいじゃん、そこみたいに。なぜリードつけなきゃいけない犬を入れるの。だからあの何度も接触で言ってますけど、こっちからは何一つ襲いかかってない。だから行っちゃった時にあなたのとこも対抗してるじゃん。だから自分からは行かないんですよ。だから行かれたら来るのと一緒じゃん。止められるように。だから喧嘩になった時に止めなきゃいけないような犬を逆にこの中に入れるのやめていただけないですか。襲いかかる人をまずスルーして。襲いかかってないじゃないですか。遊んでるんでしょ犬は。お互いがあんな気を向いて遊んでるとは言わないですよ。いやだからこの子が怒ってくるからでしょ。だからこの子普通に僕はここに横にいただけですよ。いやだからさ、お願いしてるの。見てました。見てましたよ。だからこんなね明らかに凶暴そうな犬がね遊びに行ってわっって言われたら、それうちの子だってそれは牙向きますよ。ちょっと見ててください。全く見てないから多分おっしゃってるんですけど見てますよ。2回目でしょ。だからこっちからワンなんて言ってた。それ何度も言ってます。あなたの方から来てないのは何度も言ってます。そう、 だからそれ見ないでください。うちの子から行ったのに見てました。見た目の上で言ってるんですよ。この子がね、この子に対して遊びに行った子がこの子にガオって言われたからなんだって怒ってるわけでしょ。なんでもう一回繰り返したくないので別に再現しようと思わない。できたら出ていただけないですか。このあのね、これ見たら分かるじゃないですか。リードつけて逆リードつけて、じゃあここにいる意味何なんですか。だからリードつけてなくても大丈夫なケースがあったら話したいなと思ってる。多分それも僕の自由ですよね。だけ どういうケースなんですか。今みたいなケース。今みたいなケース。こっちはだからこういうふうに言うのに、だってもうどう見ても危険じゃないですか。リードつけないとこの場に折れないような犬をここに入れるのむしろやめていただけないですかね。ちょっとね議論のスタートが間違ってるんですよ。だからあなたの考え方はいいんです。僕お願いしてるだけじゃないですか。じゃあ僕もお願いします。お互い様方、はい、うん、お互い出ません。お互いに、はい、それは出ません出ません。それはあなたが別に私にお願いするのは自由ですよ。僕もそれも一緒なんで、うん、だからそのまま無視してください。ただだからじゃあ来させないようにしてねってことです。いやだからそれ来させないようにはできないですよ。だって来るかもわからないです。だから来た時に話しますって言ってますよ。だからいるんじゃないですか。ここにだからここにいますよ。この犬とずっといますから。お互い様ですから。だからいますって言ってます、うん、出るまで続けてください、ね、あ、いますよ。仕方ない。うろうろするんです。はい、どこにいますか。あそこに犬いるんですか。あと遊んでるんですよ。ここは犬同士が遊ぶところであってね、こんな凶暴な犬が入ってくるのは迷惑だって言ってるんですよ。まあ何を思ってこんな凶暴か。凶暴じゃないですか。噛みついてきて。逆だね。噛みついたから噛みつかれ返したんでしょ。逆ですね。まあだからそれは一体言わずもないけど。はい、こんにちは、うちの小野サスケです。こないだのあれは日曜日なのかな、サスケくんとですね、まあ、今12月20日火曜日です。だから今から3日前かな、まあ、場所は明かしてなかったんですが、渋谷区にある代々木公園、まあ、私もこう昔あの NHK の前でラーメンに住んでたんですけどね。あの当時も実はあのポチっていうねワンちゃん飼ってたんですけど、まあ、代々木公園どクランで起きた事件について、まあ状況がよくわからないということで説明した方がいいですよっていうお電話もいただいたので、まあちょっと説明をしたいと思います。で、まあ最終的に、警察を呼んで、YouTube に上げるっていうことも許可を取ってやってるんですけども、要はこの子が、まあ、リードをつけずにドクランで走り回ると。まあもうこの子はもうこの1年間であそこに30回以上は行ってると思う。まあ30回は少なくとも行ってると思うんで、この子が代々木公園ドクランで特に問題を起こさないっていうことは
は多くの利用者の方がご存知だと思いますし、友達もたくさんいます。でちょうど体重が10キロあるかないかぐらいなので、あそこは大型犬と、まあ、小型犬になる、まあ中まあ、10キロ以上のエリアなんですね。僕がいつも入ってるのは一番大きなところなんですが、それ以外に10キロ以下のところと、さらにもっちゃ小さいところと3つゾーンがあるんですね。でこの子は、まあ、10キロ多分 9.5 キロぐらいなんですけど、まあでももう柴犬めちゃくちゃ元気なので、まあ、この子が中型のとこ行くなんていうのはちょっと逆に迷惑をかけるので大型犬のところで遊んでる、まあ、シベリアハスキーとかですね、もうめちゃくちゃ大きなワンちゃんにもこの間もうガンガン遊びに行くの で、まあ、大きなワンちゃんで大体しつけがされているので、特にトラブルがあったってことは一度もないんですね、これまで。でそんな中で、動画に出てくる方がですね、まあまあのワンちゃんボクサー犬っていうんですかね、この子が最初、まあ、リードをしてるところに飛びついていったと、遊ぼうって感じでバッとこう、まあ、背が全然、ね、高いんで飛びかかっていったら、ワンみたいな感じで、うーみたいな感じで叱られたんですね。で、ちょっとサスケサスケって感じで僕割って入ったんですよね。で、まあそうこうしてるうちに2回目行ったんですよ。で、またサスケがこう、この子がボーンってこう飛びついたら、またワーンってなって、で、ガブってこの辺噛まれたんですよね。で、それでこの子もうーってこう牙を出して怒り出したと。で、もちろんそこ僕止めたんですね。で、先方はリードをしてるんで、リードをしてるからこう離せたということなんですね。で、まあ、そんな中で先方の女の男性が言うには、この子にリードをしろって言ってきたんですよ。この子は危険な子だからリードをしなさいって言ってきたんですね。で当然僕はそれを拒否したんです。っていうのはやっぱりまあ、ご存知の方多いと思います、中にいる方ご存知だと思いますけど、ドッグラン常にね、土曜日の昼間ですから30頭から50頭ぐらいのワンちゃんが走り回ってるわけですよ。でなぜリードしないかっていうと、ドッグランだからです。リードをするような犬はあそこに連れてきてはいけないんですよ。ただね、もちろんリードをつけてるね、ワンちゃんをあそこに入れちゃいけないじゃなくて、最初は喧嘩をする可能性もあるから、ちょっと様子見のためにそのリードをつけて様子を見ましょうっていうことなんですね。で先方は初めて来たわけですよ。なんかいろいろと言ってますけど、まあ初めてなんですかって言ったら、昔来たことがあるようなこと言ってましたけど、まあいずれにしても見たことがない人なんですよね、僕からすると。おそらくまあ警察でもそのように言ってたんで、まあ初めてか来たとしても半年ぶりとか1年ぶりとかそんなレベルなんですね。で僕はリード、この子にリードするのはやっぱりおかしいと思ったので、そのボクサー犬の近くで警備してたんですよね。でそうするとずっと、まあそのボクサー犬がどうなるのかなと見てたんですよ。この子が飛びついてきたらまずいから待って、で見てたらずっとリードをつけてるわけですよ。でリードをつけたままね、うんちとかしたりしてるから、いや申し訳ないけども、リードを外すつもりがないんだったらドッグランから出たらいいんじゃないですかって言ったんです。僕はだってリードをして外せるかどうかのチェックをしてる状態があまりにも長かったので、でこの子に、まあ、このことは多分その相性合わなかったんでしょうけども、だから僕はこの子にリードをつけろって言うんだったら、逆にあなたのワンちゃんね、ボクサー犬のリード外したらいいじゃないですか。そんなに、まあ、彼自身がうちの子はおとなしいんだと、ただたまに噛みつくとこういうわけですよ、たまに喧嘩するっていうんですよね。でこの子ぐらいのサイズだと人と喧嘩しても、まあ、柴犬が子供をね噛んで殺したとか噛み殺したとか聞いたことないと思うんですけど、先方のワンちゃんって25キロから30キロぐらいあるようなボクサー犬で、本来入れるときに場合によっちゃその口は噛みつかないように口に靴輪をしなきゃいけないから、そういう決まりもあるんですよ。でもそれもつけてないから、その先方がもうその危惧してる通りね、やっぱりリードを外したら危ない犬だって自分でも自覚してるわけですよ。だからリードを外さないって言うんですね。でそれで僕は、いやもうリード外さないんだったら出て行ってくださいと、ドッグランでは意味がないでしょと、リード外せないワンちゃんここにいても一緒じゃん、周りもっと広いから、いわゆるドッグランの柵の外は広いから、もうそっちで散歩されたらどうですかって言ったんですよ。それはそこで向こうは、いや規約ではリードしてもいいんだと、こういうことになったんで、まあ、それは知ってるよというところから、あまりにもその堂々巡りでね、っていうのは僕はやっぱりこの子をやっぱり安心して遊ばせたかったし、この子だけじゃなくてようなボクサー犬がね、にやっぱワンちゃん分からずに飛びついていくわけですよね。そしたらガブって噛まれたりすると犬危ないわけですよ。だからもうここはちょっと、なんでこの人にこの子にリードしろって言われなきゃいけないのか、初めて来たね、そのこの子が日頃ちゃんとルールを守って遊んでるのにね、リードしなきゃいけないんだっていうこともすごくあったので、とにかくドッグランというのは基本リードを外すところですからね、じゃなくて意味がないから、それをリードしてくれと、それは僕は最初お願いしてましたし、この向こうもお願いしてたんですよ。だからお願いとお願いで平行線なわけですね。
で、この時に僕はもうこのおっさん本当うざいなと思って途中から録音をしだしたんですよ。で、もうこれはもうあの皆さんに見てもらおうと思ったんです。この人の言い分が世の中のね人に通るのか。だから僕は確かに先方の男性の顔をこうね話し合いがつかなかったんで撮影したんです。で、モザイクをかけてこの子がドッグランでね、まあやる先方がリードをつけてこの子にもリードつけろっていう行為に対してどう思うかっていうことをモザイクをかけてやろうとしたら、もう携帯やスマートフォンをこうやった瞬間にパーンって払いのけてきたんですよ。で、僕はもうそれで、あ、やっぱりこの人ってこういう危険な人なんだ。で、幸いスマホが、壊れていなかったので、ただ途中で録画は当然ストップしてたんで、で、それをもう一度取り直して、ちょっとあなたこれは犯罪ですよと、器物損壊ですよっていう話をしてですね、あるいは暴行でとにかく手を出すのはダメでしょというところで、で、向こうが、そんなの壊れてないから犯罪じゃないとか言い出したんで、いやいやもうそういう問題じゃないでしょう。なぜそんな手を出すんですかというようなところで、とりあえずもう警察呼びますねということで110番通報しました。っていうのが、あの動画の後の話ですね。で、まあ、しばらく経っておまわりさんが来てくれたので、それぞれの話を聞くということになりました。まあ、そっからは直接話をしていません。ただ、おまわりさんが来るまでの間、相当偉そうにしてます。もう、要は僕のことをヤクザとかね、警察110番した時に、あ、立花隆と言いますって言った時に、向こうは初めて、ああ、お前か、みたいな感じで、ああ、NHK 党の立花か、みたいな感じで、その時に気づいたようです。いわゆる、公開されてる動画の後に気づいたようですけど、まあ、とにかくね、僕自身は、もう、途中で、この人を絶対にこの、代々木公園ドッグランに入れちゃいけない。なんなら、ドッグランにこの人を入れちゃいかんと。もっとちゃんとワンちゃんのやっぱり大きなワンちゃんです。どう見ても25キロあるような大きなワンちゃんなので、その小さい子供とか下手したら倒されてね噛み殺されるような危険性があるようなワンちゃんですよ。だからそれを連れてくるなら、もっと教育した上で連れてきてほしいと思ったので、撮影をしようとしたら弾き飛ばされて、で、まあ警察が来てですね、僕はこう要求しました。要は先方は器物損壊なり何らかの罪があるかもしれない。ただ携帯電話弾き飛ばされたことで僕はわざわざ警察沙汰にしようというつもりはありませんと。まあ警察沙汰っていうのは被害を申告しようという気持ちはありませんと。先方には住所と名前を書いてもらって、二度とここにこの公園に来ないということを約束してもらえればそれでいいですということで、住所と名前を書いてもらうということを約束してくれとお願いしたんですね。で、まあここに来ないことですね。で、そうするとですね、先方は動画のデータを消してくれとこう来たんですね。警察官経由でね、こう。で、僕はじゃあ動画のデータは消してもいいけども、その代わり紙にちゃんと立花さんのスマホを弾き飛ばしましたということを書いて、住所と名前書いてくれって言った。こちらが向こう伝えたところ、それは飲めないということで、であれば、YouTube で、あなたの顔にモザイクをかけて、ワンちゃんはモザイクはかけませんというところで公表しますねという話で、まあ先方もですね、モザイクして、こう、公開することについては、まあ OK というか、こちらの条件飲まなかったので、要は僕の方は住所も名前も相手に伝えました。まあ僕の前住所バレてるんで、でも先方は最後まで住所も名前も言わず、そのまま一言も謝ってませんというところでね、あれをモザイクかけて公開しました。で、まあ YouTube の特性上ですね、最初の 1,2 時間はモザイクかからないんですよ。で、そのモザイクかかってないものを誰かが、まあ僕のファンの人が、モザイクかかってない写真を公開したようですけど、僕自身は当初の約束通りですね、相手の方の言い分をですね、どんないいこと言ってても向こうが彼がいいこと言っててもね、最終的には有形力の行使でこうやってパーンって携帯電話弾き飛ばしてくるような人なんで、僕はそれは説得力ないと思いますよ。急に撮影したら、いや、撮影するのやめてください。それ何に使うんですかと。それこそ撮影するんだったら警察呼びますね。済む話じゃないですか。撮影した瞬間、手でパーンって叩いてくるような人っていうのは、まあこの人はやっぱりどう考えても常識がないなと、その時に僕は思いましたよ。で、動画のタイトルには僕の権力を使いましたと。ただ、僕は政治家としての権力は一切使ってません。ただ、YouTuber としての影響力はめっちゃ使いました。で、それはこの子のためではありますし、あそこで遊んでいる人たちのためでもあります。そして、代々木ドッグランだけじゃなくて、あのようなボクサー犬、ボクサー犬が僕悪いと思わないですよ。全然そのね、他のワンちゃんを傷つけたりとか、人間に襲いかかる可能性がある犬は、やっぱりそれはリードをして、自分のお家の庭とかね、そういったところで話してあげればいいわけでね、やはりたくさんの犬や人がいるドッグランで、ああいう危険な犬を連れてきてね、相性が合わない犬を見つけて、お前リードしろなんていうのは、僕はけしからんと思うので、これはこれで良かったと思ってます。ということでね、まあ、昨日電話いただいた方がね、立花さんがちょっと動画の説明をちゃんとしてないから、相当立花さん の悪評が回ってるっていうことをいただいたので、まあ僕言い訳するつもりもなかったんですけど、まあ次行った時にね、またサスケくんがね、ちょっと肩身の狭い思いするのが嫌やなと思ってね。サスケな、いつもお友達いっぱいおるもんな。よき公園どこら好きやな。いったもうサスケがもうクン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 
声で、背景か背景って言うんだよな。ドッグラン大好き、サスケな。サスケ、皆さんにご挨拶。この子サスケです。男の子です。2歳、8月2日生まれなんで、9、10、11、12、2歳4ヶ月です。ね、な、1歳まではね、レンタル犬やったから、この子本当にいい子で、まあね、親のひいき目かもしれないですけど、本当に他のワンちゃんとも、もう基本的にはもう仲良くしてですね、そんなこの子から吠えていくようなことってほとんどないし、本当に、社交性というか、そういうのがね、本当、僕の親のも、親のひいき目ですけど、とにかく、あそこでは仲良くいる、たくさんの友達がいるのでね。だから、僕があんまり誤解されてると、次、この子が肩身狭くなるのも嫌だなと思ったんで、ちょっとね、言い訳の弁明かな、の動画を撮らせてもらいました。以上でーす。バイバーイ!サスケバイバーイして!バイバーイして!サスケバイバーイって。